多分やったことあるっぽい。え、なになに、あ、そっかそっか、俺が押さないといけないね。牧場物語、続きから始めからだね。セーブデータないか。こんにちは、今日からこの牧場に来た人、名前なんて言うんだい。でもどうしようかな。ベジータくんか。私は出荷業をやっているんだ。君が出荷箱に入れたものを毎日夕方引き取りに来るよ。よろしくな。牧場の仕事を始める前に町の人にいろいろ教えてもらうといいよ。なんかドラクエっぽいのこれ。俺が好きなやつ。おー、いいね、横グラフィック。これ野生のなんか出てきたりしないよね、大丈夫。おー、いいね。俺はこれを待っていたかもしんないね。うわ、なんかすごいなこれ。人ん家行って壺勝手に割ってくストーリーとか、そんな感じ。うーい、いく。お前見ねえ顔だな。酔っ払いだ。もう一回、白だと見えないな。ちょっと枠欲しいな、字幕に。いらっしゃい。落ち着きがないや、あんたは。パクろうとすると美味しいケーキ、今日の料理。しこはしっかり食べるんだよ。これなんか2回また変だよ、頑張りな。また変だろうけど頑張りな。これ私のつけたぬか漬けだよ。これ私のつけたぬか漬けだよ。落ち着きがないね。落ち着きがないね、あんたは。くんくん、いい匂い。人んちでしょ、これ。ん？おお、だって人んちの寝室入って大丈夫か。お？あ、鳥ね。これは特になんかするあれでもないのかな。町の人にさ、いろいろ聞けとか言われたけど、何にも入ってないや。あ、それ妻の写真なんです。話しかける角度によって違うの。これマジどっから回ればいいんだ。とりあえずなんか話しかけると、へえ、あそこの牧場主さんなの。私はアン、よろしくね。もう一回、道具を使っていると体力が減っていくの。体力の回復は食べるかベッドで休むといいよ。これモンスターと戦う系かな。あ、これさっき入ったね、ぬか漬けのおばちゃんね。あ、あ、お、立ちんぼ。こんにちは、酒場、今日お休みなの。いつも休み日曜日が営業してるんだけど。あ、あ、なんもないね。こんにちは、君はどっか来たんだよ。ご両親と別れて一人で牧場。すごいね。牧場って言っても何もないだろう。修行として。そりゃすごいご両親だな。はじめまして、私がこの教会の牧師です。わからないことはお店の人に聞くのが一番ですね。
あといろいろ看板に書かれていることなのでよく調べてみるといいですよ。こんにちは。もう一回。こんにちは。あれ？あなたは数を多い。あなたには数多い。数多い試練が訪れるでしょうが、まあなんとかなるものです。なんか俺みたいなやつだな、こいつ。人生なんとかなると思った。この牧師の名前、塚持健人って名前じゃない？もしかして。俺みたいな牧師。いや、はじめまして。私がこの町の町長だ。よろしく。おじいさんが使ってた道具が納屋に残ってるはずだよ。道具の使い方もを書いた本もね。昔の、あ、君のおじいさんには昔世話になってね。困ったことを、ん？何か困ったことがあったら、それに乗るよ。まあ、今日は帰ったらゆっくりお休み。で、俺の家どこっすか？裏には行けない。ここか。とりあえず、入ってみよう。多分ここ俺んちだ。俺んちというか、俺の泊まりよ。神々の神話シリーズいっぱいある。優しい神の教え、人生に幸ある。誰かいる。はじめまして。大変でしょうけど頑張ってらして。そうそう、あと娘がいるのだけど教会の方へ行ってるのかしら。あ、そっか、さっき教会行くの忘れてたな。歴史と神話、その他たくさんの本がある。お、なんか甘露寺蜜璃みたいな人いらっしゃい。牧場にいらした人ね、これから作物を育てるのに、これをあげるわ。これね、上炉。池で水を汲んで使うのよ。納屋に届けておくわ。何を探しているの？まあ確かに、こう、カウンターに入ってね。そんなこと言ったらね、怪しまれる。トマトとトウモロコシは夏に畑に種をまくこと。注意、夏以外は芽が出ない。収穫後、水をあげると実がなる。トマトの方が早く実をつける。秋になると枯れる。何の値段？あ、出荷値段。トマト1個100ゴールド。トウモロコシ1個120ゴールド。ちょっと待って。カブ、ジャガイモ。カブとジャガイモは春に畑に種をまく。トマト、トウモロコシよりも早く育つ。とりわけカブは早い。収穫は1回限り。出荷の値段、株1個60ゴールド、ジャガイモ1個80ゴールド。最後、牧草。牧草の種まきは春から夏の間、刈り取れるのは秋まで。畑にしないと種はまけないが、溝をあげる必要はない。牧草はお金にならないが、家畜の餌になるので重要。わかりました。これ入ってなさそうやな。奥の部屋行ってみようか。これなんかこう箱とかいっぱいあるけど特に取れるのやつないんだよ。誰だこの女は。はじめまして、私はニーナ。作物はね、それぞれ種まきの季節が決まってるの。決まった季節にまかないと芽を出さないのよ。そりゃわかるよ、誰でも。ガキでもわかるよ。ちゃんと耕して畑にしないとダメなの。あとね、ちゃんと種、ああ、はい。了解です。植物の本、アートフラワー。作り物の花だし、もうピンクピンクしてんね。日記を見つけた。あー、これあるんだね。はい。配信してえな、これ。じゃ、とりあえず教会行けーみたいな感じで言ったからね。あ、やっべー、あ、いけた。オッケー。ガッチャンと。
初めて見る方ですね。あの牧場にいらしたんですか？私はマリアと言います。どうぞよろしく。こちらこそよろしく。はい、なんかありますね。1年間の行事、春の月1日、新年祭、春の月23日、花祭り、秋の月12日、収穫祭、秋の月20日、卵祭り、冬の月10日、感謝祭、冬の月24日、深夜祭、クリスマスだね。現実でももうすぐクリスマスですね。まあ、いつも通りなんだけどね、俺はね。うん、あら、あれ、なんか娘、お祈りしておこう。お祈りってことはなんか、あれこれ、メニュー。あ、B、長押しで走れるの。あ、B 添え、B やって、あとはこう、十字キーこうやって適当に動かせばいいと。いいね。走れるっていいね。最初は強いかもしれないけどね。なにそんなやばいやつなの。え、看板ってもうなくない？こんにちは、私は。え、これ人間？これ、あ、人間だ。頭尖ったから人間じゃないかと思った。人間か。わしは旅の物売りじゃ。今は何もないがね。売りたいものがあったら持っていくといいよ。わしが買い取ろう。あ、こいつか。もう少し話を聞いた方がいいと思う。じゃあとりあえずこうやっていろんなとこに入って話しかけろってことね。おばあちゃんの占いって当たるのよ。テレビの天気予報と同じくらいにね。まあどうだろうね。天気予報も当たるかな。持ち運べるものは大体プレゼントすることができるのよ。女の子によって好みが違うから反応をよく見て。お金をかければいいというものでもないのよ。そうですか。あ、よく見てなかったけど、恋愛講義の本ね。占い大百科。あ、同じ、でも同じね。で、このババアが、はい、お、おまえさん、何か気をつけていいか、お悩みだね。まずは道具の使い方を悩みの本で調べるよね。あとは作物のことを、花屋に家畜のことは家畜屋に聞くことじゃ。無理をしないで、疲れたら早めにベッドで寝ること。無理は禁物だよ。体が資本だからね。頑張って一人前の牧場主におなり。あ、そう。あ、この裏はいけないね。ババアの背後は取れない。どうしても右左になっちゃう。はい、もう終わりじゃね。大体ね、話しかけたと思うんだけど、これはこいつ。あー、はいはいはい。はあ、誰に。もう少し話を聞いて。誰に話しかけんのよ。もういねえって村に。これけ。こいつか。うん、どこ？どうだろう。この教会のあれにも話しかけたし。うん、あ、看板ね。あ、これかな。違う、これは看板ではないと。
お前が確認した方がいいと思うっす。ちょ、待って。これだってメニュー開けないよ、これ。こっちかな。ああ。これだって現状確認だけでしょ。マジ？あ、でもそういえばお祈りしていこうってあったんですよ、なんか。だってお祈りって別に。あ？あ？お祈り？ああ。これ十字架の前で。なんかポケモンやってみたいで面白いな、なんか。あの時。はいはいはい。こいつもこいつ、何なんだよ。話聞いたこいつ、誰に話聞けるんだよ。ああ、いたわ。見落としてた。ここね、俺んちね。はいはいはい。お？まずは家畜を飼うには餌を十分に用意しておかなきゃダメなんだ。初心者は鶏を飼うことから始めた方がいいぜ。初心鶏ミルク卵味。売ってるのはまだミルクの出ない牛。21日で大きくなりミルクが絞れる。病気にしないコツ。餌を忘れないこと。雨、雷、台風の日に外に出さないこと。ストレスを与えないことね、うん、朝濡れたらもうアウトね。病気、不機嫌になるとミルクをしばらく出さない。なるほどね。やっぱストレスを与えちゃダメってことね。じゃあニワちゃん行きますか。鶏は1日1個卵を産む。餌を忘れたり雨に濡れたりすると3日間産まなくなる。台風の時出しっぱなしにしておくと飛ばされる危険性、危険あり。夜勤食べないこともある。夜勤のこともある。ミルク。乳搾り機を装備して牛に向かって Y ボタンでミルクが出る。はい。絞れるのは1日に1回だけ。ブラシをかけたり話しかけたりした牛は愛情が上がる。愛情を込めた牛からは M サイズ、L サイズミルクが取れると。難しそうだね。卵は孵化する場所に置くと3日でヒヨコになる。ヒヨコは餌がいらない。7日で鶏になる。増やしすぎると餌が足りなくなるので気をつけること。はいはい。最後は牧草。牛が食べられるようになるのは刈り取れる。ごめんなさい。もう牧場に戻すか、はい、お互い自分の目標に向かって頑張るっす。根性っす。いいね、懐かしい。こういう牧場のとこをトラックで走ったりね。あ、自動的に行くんだ。今日はもう寝よう。おやすみ。おにぎりでかっ。行きますか。304-0-2-0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 -
食えるんですよ。いいですね。あ、なんか自動的に、お、なんか犬来た。黄色、この犬。コロ、待って。はあはあ、急に走り出さないで。あ、あなたね、噂の牧場主さんね。いきなり失礼だと思いますけど、この犬回ってください。
うち食品扱ってて母さんがどうしてもダメっていうのお願い。名前はあなたがつけて。ベジータだからブルマでいっか。いやー、ナッパだナッパ。やっぱベジータの犬はナッパしかいねえ。まあかといって働けない犬はいらねえって消したりはしないけど。ナッパありがとう、よかったね、ナッパ可愛がってもらえるのは元気だね。お、私はエレン、これからよろしくね。エレン、もうブチ切れて、ね、巨大化しないでねって感じで。犬、あ、よかった。なんもないね。あ、ナッパついてこねえな。あ、まだ買ってないからいねえんだな。おお、やばい、なんかいっぱいある。おお、大丈夫かこれ、大丈夫。天気家をきれいに塗ろう。説明書ね。開かない。あれぶっ壊せばいいんだ。無理か。そうですか。いない。これさっき入ったところだよね。あ、ナッパ。おお、なんかこんなことできんのか。おお、なんか来た。しゃべりか。こういうのは無理なのね。こっちってどうなの。なんだこれ。ネットで大きめだけど、ね、気になるな。あれ、怖い。なんか BGM いきなり消えたんだけど、やば。これまさかのやばいホラー映画とか、なんか映画じゃない、ホラーゲームみたいな感じ。テントがある。これ誰のテントだ。あ、なんだ、今なんか戸惑ったよね、少年。洞窟。なんか大丈夫これ。なんかいきなりさ、あの画面でみたいな感じでさ、大丈夫だよね。なんだよね。危険、崩れやすい。
で、これ事故ったらゲームオーバーで最初カードが。それだったらちょっとクソゲーだよね。あ、ダメだ。いやもうカマいらねえじゃん、こんなの。さすがに岩を持つことできん。あった草とかは出ないんだね。いや、なんかいきなり BGM 聞いたから怖いな。怖いな。ぐえピュー超えるけね。あら、食べる。食べても何も起きないんだよ。この先頂上なる。特になんもないね。あー、なんだこれ。あ、温泉だ。俺も今年ちょっと終わる前に行っとこうかな、温泉な。お、なんだ、疲れたんか。食べない。おお、これなんか出てくんじゃない、投げたら。ごめんなさい。泉質、硫黄泉、効能、リュウマチ。リュウマチ、リュウマチじゃねえの。やったー、やったー。入らないですか。これは頂上どうやって行くんだ。この先頂上って書いてたけどさ、ちょっと行き方がわかんねえ。どうやって行くんだこれ。おお。おお、なんかすごい伝説のポケモン出てきそう。ええー、すげえ。特になんもなかったね。じゃあちょっと右行ってみるか。あ、左か。今こう曲がったから右に。あれ、どっちから来たっけ。こっちか。こっち、こっち。こっちは村でしょ。みんな寝てるね。あ、夜だから BGM。本日終了。だろうな。おお、あ、明かりか、これは。ついてるのは。お、これ酒場もしかしてやってんだよね。みんな集まったり。おー、集まってる。あの荒れた牧場に来たの。夫婦頑張ってね。私は良いよ。よろしく。どうぞサービスしてくわよ。なるほど。激薬飲ませるもん。仕事の疲れを取るには飲むのが一番よ。そうね。現代人もそうだ。現代人っていうか俺らの世界もそうだ。あんたは出荷物、ああ、さっきのスースーやろうね。出荷物は夜に箱に入れても朝まで持たないからもったいないっす。出荷できないものは花とか動物、ケーキなど生物を吸う。間違いない、いない気がする。それはね、お金も大切だけどね、やっぱりあれだよ、はい、君はそうだろ。それはね、確かにな。
いい加減しないと母さんカンカンよ。誰に言ってんの、マサ。いらっしゃい。かあ、うまいね。あいつ、飲み飲み飲みって言うんだ。酔っ払いかーい。体力がなくなると道具は使えませんが、物を持ち運ぶことができるんですよ。わしはな、愛情込めて世話していれば、ミルクの上くらいにして。こら、気取るか。懐いてるし、いいか、こういうの回れる。ちゃんと聞かんか、こら。酔っ払ってんね。奥には誰もいないと。まずさ、この牛と鶏とかね、そらえないといけないんだけど、こいつらに話しかけても、まあ、本日終了、本日終了、本日終了。まあ、明かりがついてないってことはね、そういうことだ。うん。やったら気になるなぁ。気になるなぁ。アイテムの確認とかできないのかなこれ。怖っ、こいつ、鎌持ってる。鎌掲げて。取ったどーみたいな感じで。